平野の仕様のキスシーン告白、キング、リンチェプリンスナングボー意外なエピソードエピソード。2021年5月23日、日本テレビの番組、キングプリンスルにおいて平野の仕様が自身のキスシーンについて意外な告白をした瞬間が話題となりました。キング、 リンチェのメンバーとして活躍する平野潮はその魅力的なキスシーンについて興味深いエピソードを共有しましたた。この驚きの瞬間について詳細に迫ってみましょう。平野潮のロマンチックなキスシーン。番組内で平野潮はキスシーン史に残るキスを考えるというテーマのもと名作映画のキスシーンを振り返り、それを超えるキスを演じる指令を受けました。 この際、平野耀は過去にドラマなどでキスシーンを経験したことを明かしました。そして彼のキスシーンには少し特別な要素があることが判明しました。平野耀は少女漫画の実写化作品に多く出演しており、その経験から普通にチュというよりは顎に手を添えてキスしたりとか、と少々ロマンチックな動作を伴ったキスシーンが多いことを告白しました。 この告白に、スタジオの観客たちは興奮し、笑顔が広がりました。驚きの告白、舌は入れていない。しかし、平野潮のキスシーンに関する告白は、ここで終わりませんでした。番組進行役であるお笑いタレント劇団ひとりさんから、それって、キスを、舌振りのやつという質問が飛び出しました。すると、平野潮は、まさかの言葉を口にしました。 いや、舌は入れてないです。と自身のキスシーンについて舌を入れていなかったことを暴露したのです。この突然の告白に、スタジオは爆笑に包まれました。平野志耀自身も、自身の言葉が混乱したことに笑いをこらえることができませんでした。その後、スタジオの中で神宮寺ゆ太さんは、キスシーン未経験であることから、したいっすね、と羨む様子を見せ、 さらなる笑いが巻き起こりました。岸優太をくどく、キュンキュンさせるゲーム。番組内では、岸優太さんを女性役に据え、ゲストたちが彼をくどいて胸キュンさせるシーンを演じるコーナーも設けられました。このコーナーにおいて、平野耀は面白いエピソードを披露しました。彼はツアーで仙台を行った時、 楽屋で待ち時間があったので、金プリ内で岸く君を一番誰がキュンキュンさせられるかという遊びが流行っていたことを明かしました。そして、最後は全員がキスで終わるというまさかの展開を告白しました。この告白に対して、スタジオからは、やべえグループだな、というツッコミが飛び交い番組の雰囲気はさらに盛り上がりました。また、ツイッター上でもファンからは、 楽屋でみんなで騎士くんくどいて本当にキスするとか普通じゃない、褒めてる、キスして騎士んを惑わすのが楽しいのか W といった歓声が寄せられ話題となりました。結論。平野紫耀のキスシーンに関する意外な告白はファンや視聴者にとって楽しい驚きと笑いをもたらしました。彼のキスシーンはロマンチックで時にはコミカルなエピソードが含まれていることが明らかになり、 彼の魅力が再度注目されました。番組、キングプリンスルはメンバーたちが自身のエピソードを素直に語る場としてファンとのつながりを深める貴重な瞬間を提供しています。今後もキング、リンチェのメンバーたちからの面白いエピソードに期待が高まりますマッス。